はい、こんにちは、ケンユウです。今日はスイートバジルの収穫の動画を撮りたいと思います。で、摘心の仕方もね、1分で解説していきたいと思います。こちらスイートバジルなんですけれども、2節目と3節目の間でハサミを入れるといいんですけれども、1節目というのはこちらですね。ここの脇から枝が生えてると思うんですけれども、ここが1節目。で、ここが第2節目ですね。ここなので、この第2節目と第3節目のこの間ですね、ここにハサミを入れていきます。で、僕は今回ここからね、第2節目のちょうど上からね切りたいと思います。いきますね。はい、こんな感じですね。はい、これが切り取った後のバジルになります。収穫したのがこちらですね。はい、ということでこんな感じでですね、今回バジルの収穫を行いました。で、またね、この後脇芽、摘心したところからね、また枝が生えてくると思うので、そこからまた葉っぱが取れると思います。そんな感じでね、また、次回もね、野菜の栽培とか、いろんな収穫の方法など、動画でシェアしていきますので、チャンネル登録の方と高評価ボタンの方よろしければお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。